こんにちは。今回はてるてる坊主の作り方を紹介します。明日晴れますようになんてお願いしながら作るといいかもしれないね。それではどうぞ。どうでしたか？うまく作れましたか？いろいろな表情のてるてる坊主を作ってみても楽しいと思いますよ。それではまたねー。